忘れそうになった。今日の私なんですけど、今日はね、短い時間の中、皆さんね、楽しませるように頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までちゃんと待っててください。さっき当たったので、親指がちょっと痛いです。ちょっとピリピリしてきた。折れとるかもしれん。大丈夫？お父さん大丈夫って言われちゃいました。大丈夫なんでしょうか。後で病院行きます。まあそんな感じで、あとねもう一曲ね一人で歌わさせていただきます。この言葉の意味は後で皆さんお分かりになると思いますのでお楽しみにしておいてください。